ループかな、それともカットやかな。エロスクリーン全員集まれスロッテーションバトル。どうも皆さんこんにちは、モロズミゲンズブルです。さあ、今回がスロッテーションバトルの第3戦目ということで、合計6戦ありますんでね、ちょうど今日で折り返しということになっております。で、私ダンディーズの一員として頑張っていく所存でございますけれども、番組のルールはね、こんな感じでございます、はい。で、今回でまあ3戦目なんですが、差がもう非常に、ついております。これはもうね、もうまともにやってはもう企画倒れも華々しいという感じの、ね、差がついてます。現在で1万2000ですか、1万2000ポイント約差がついておりますので、今日はですね、もう覚悟を持って挑もうと思い、朝僕もうコンビニで昼ご飯買ってきました。休憩取りません今日、もうお昼なし。カメラマンもね、協力してくれるということだったんで、即席といったらこれですよ、アンパンと牛乳、張り込みコンビです。張り込みコンビのようなね、この昼食を用意して、だもう挙動が良かったらもう本当に昼食取りません、休憩も取らない。まあ何はともあれ、とりあえずプラスになることですね。もうこうやって BM グループさん総力を上げて動画を盛り上げようとしてくださってますから、まあ、状況はやはり、整ってるんじゃないかと。あとその今までの人たちの流れからいくと、やっぱりメイン機種は強いとこういうところを聞いてますんで、その辺をまず朝一攻めて、ガツンと大きな一発をね、どこかで得れるように頑張っていきたいと思います。ちなみに今日の僕の対戦相手はマーセさんですね。面識一切ない、面識がないからどういう感じで来るかわからないんで、もう自分のやれることをしっかりとやるだけですね。さあ、それでは行ってみましょう、スロッテーションバトルスタートです。皆さんこんにちは、うっかり忘れた H カップピーマット TV のマーサです。はい、というわけで本日はスロッテーションバトル第3戦目ということで、滋賀県にございます BM 森山店さんに来ております。男性陣はチームダンディーズ、女性陣はチームセクシーズ、宇佐マリアさん、そして私の仲良しスーシー、そしてなぜだかそのね、2人は分かるんですよ、セクシーだって。で、まあ多分私は見る人によってはセクシーなんだよね、きっとね、鼻の穴あたりが。まあそんな感じで今日セクシーってね思われてそう呼んでいただけたんだと思って、まあ光栄なんですけども。で、店内あのヒントまあ今日があるということなので、まあちらっと見たんですけど、あからさまになんかちょっと私が感じたヒントがあったので、さらに打ちたかったハーデス、そこにもちょっとね散りばめられてたっぽかったのでハーデスを打とうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。頑張ります。さあ、では実戦開始です。目標は3000枚ハーデスで勝負です。僕の中ではハーデス凱旋はハーデスの方が大負けする割合は高いと思います。ただ5000枚オーバーとなるとハーデスの方がいける。凱旋はね、だから3000枚ぐらいやったら割となんか現実的な感じはしますよね。ただそれも出玉で3000枚なんで、僕は今日3000枚浮かないとダメですからね。だそういうところも込みでハーデスを選びました。自分の引きが絶好調で台の機嫌も良ければ万も狙えるというね、そういう機種ですから。はい、というわけでスロッテーションバトル第3回目チームセクシーズです。今日は余裕をかまして頑張りたいと思います。よし、頑張ります。今日はゴッドを2回ぐらい引く、そんなイメージでみんなのためにですね、チームの。ちなみにこのバトルのポイントのルールが、まあ、3枚いったことなんですけど、
相手はハーです。ちょっとねコイン持ちも悪いですし、なかなかねパンチ効いてるんで、ちょっと早めに初当たりを取りたいところなんですけど、まあその分ハイリターンも望める台なんで、まあそこでちょっとね今日は頑張るしかないよね。あとは819とね、819、8192とね頑張って引いて、何好きですか？ロック好き？音楽？あ、そうですよ、ロック好きです。そう、すごい音楽が好きで、そうなんですよ。そう、私今ピマット TV っていう、まあ、媒体に所属はしてるので、まあ、そっちのね自分の動画の方ではよく口うるさくね話してるんですけど、すごい音楽が好きで、そうバンドがね好きでよくライブに行ったりするんですけど、一番好きなのはない時はもう東京公演取ってわざわざ東京帰って見に行くみたいな感じっす。あ、そして突然のヘルゾーン195ゲーム黄色ですよ。今投手が7本なんで、ちょっとここで頑張りたいよ。ここで引けたらだいぶ安いのに。よし、腕の見せ所です。頑張ります。まあ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 、お出ましですね、いつもの。70ゲーム後ろかな。70ゲームスタートです。まあね、最初のジャブですね。そう、ここからどうなるかわからないし、そうハーレスは80中ゲーム数は乗せてね、たくさん乗ることもあるから、もうとてもね夢があるから、そうそう引きゃいいんですよ。いやー駆け抜けた。さすがにレイアクも引いてないんで後乗せはないです。制することがなく駆け抜けてしまいましたが、まあ、でも順増ゲーム数よりは多く取れたので、これは良しとしましょうね。70ゲームで132枚でした。投資分は回収できずです。お、突然の風。角が右上がりからずりましたね、うん、あ、当たってる。なんでだ。うわ、いい当たり方したなこれ。203ゲームいや、モードは間違いなく上じゃなかったですよ。だからいわゆる謎当たりってやつですね。投資が400枚でございます。十分ハーデスにしては少ない。ワンワンワン。たまには朝一からさ、ノラハーデスとか出てこいよ。70続け、70スタートです。いやいや、でも今の当たり方ちょっと期待できますね。あとはこの70ゲームを伸ばせるかどうか。まあやっぱり1回の GG でね平均500枚ぐらい取っておきたいですよね。
いやーこれ大事だな。せめて黄色。ああ GG2 の青は無理よ。 GG2 の青はもうこの5ゲーム終わった後に続かないとまず当たらない。うわーラッキー。何がまず当たらないだよ。まず当たったし今のはびっくりしたな。いやーだからもうペルセポネ以上がそのどのタイミングで出てくるかですよね。これがたとえ高設定だったとしてもずっと犬じゃやっぱきついからやばい。50くらいナビなし。ダメか。まあこれはでも当たっただけでも OK ですよ。これで残りが99ゲーム、あとちょっと乗せればまあ500枚いけるか。500枚いかんかったか。あと乗せこい。なし。まあ1回ジャッジメント取ってますんでそれでループがあればいいですけどね。とりあえず475枚。おしまい。ループはなさそうっすね。まあ GG 中のジャッジメント本当ループ持たんもんな。 50% なんて言われてますけど体感 20% ぐらいかな。お3回目。もう一丁。あ、4カブトがつけば。もう一来い。あーダメか。あ、煽りがないだけで来たー。25ゲーム。いやループないなんて。ループの可能性も一応あるゲーム数ですね。まあだからこの後もしループが出てきたらまあ、ループに当選している可能性大です。まあだからといってループがなかったからこれが初当たり確定かっていうとそうじゃないですけどね。もちろんまあまあ当たったならよしですよ。この犬地獄をな早く抜け出さんと。いいぞ。ナイス15枚。いいね。わあ。まあまあよう取れたよ。これでかいですね。犬のみで900枚。ペルセポネも3桁乗せもなしで。犬ばっかだとねその2、300枚でこうずっと終わるっていうのが一番きつい展開になりますから序盤にこの枚数はでかいです。あら1ゲーム目に兜。1ゲーム目ねチャンス目が出れば液晶チャンス目が出ればもうほぼほぼループストックですけどね。だ実は1ゲーム目ってこれ奇数テンパしない方が熱いんですよ。パーです。よく引いてる今日3連。あ、下段キナラの可能性あるよこれ。もう当たった3連で。やっぱあるよこれ。ありますよ。わあ、声出ましたね普通にね。まずね出せない、まあ、ゼロではないですけど、そう1日に何回か見れたらすごい信頼度上がるしさ、とりあえず1回キナラで
ちゃってるんで、あ、待って姉さんやったすごい盛り上がっちゃった今。いやここはマジで重要、出てきてくれてありがとうですよ本当に。いや頼むよ。最近ねマジで本当にペルセポネと相性悪いんですよ。そっちじゃないんだよ、それじゃないんだよ、かっこいいんだして。あ、乗せてくれた、ラッキー、まあいいや30だけど。もうケルベロスでもよかったじゃんこういうところですよね、本当惜しい、悔しいな、落ち込むわ。あ、落ち込んでいるところでの上乗せですよ。あれ下段機なの、いるの、どういうこと、なんでだ、ちょっと私今の展開は初めてだったな。まあそうですよね、いやー50ゲームじゃないこれ。あ、超えてきた、引いてる、すごくない？ちょっと待って、この犬やる気だよって言った瞬間に終わったけども160ゲーム、とりあえず写真撮っとこうか、よかったね。やっぱ黄色の風船は間違いなさそうですね。黄色の風船とあと黄色にまつわるもの、そう、最初のテーマ入った時に、まあ、店長が黄色いメガホンしてたりとか、あとはその店員さんの、うわー待って待って待って、これ待って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 、そこだいぶ重要だと思うんですよね、何が引けてるのか。マジ嵐プレイですね。そう嵐プレイ。あでもツイッターのいいネタを取れました。あ、上乗せだよ。しかも10連機なら。ジャッジメントもくれ。ありえるありえるありえる、8か、あー100やった待って取りそびれた今やったいないかないないかな、ジャッジメントは、いやいなくてもいいよ、100はでかい、よかったです本当。粘りはないと思うんだよね。よし終了かな。終了です。すごい頑張りましたね。でもね、522ゲーム1675枚。でさらに途中でジャッジメントも引いてるんで、もしかしたら30ゲーム以内のループストック取れてるかもしれないです。ここが一番の楽しみですよね。いやー 50% 取れてるといいな。
ノーで左ならゴッドっすよこれ。船長や船長かー当たったのに何やろこの肩すかし感がやばい。いやー今のこの前兆パターン初めて見た。いや当たってはいるんですけど、まあ見ての通りゴッドではない。はー、現在115ゲーム。くそマジゴッドだと思った今の。犬ばっかやなもう。おいいぞ犬が吠えた。3桁くれ。ほいオーケーオーケーオーケー。怒りの中断リプよ今のは。ゴッド1回分損した気持ちになってるから。これ本当にアンパンっすね。うんこれはちょっと昼飯いけんわこの感じだと。1時間うわ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 ー1個かチャンスやろどうせこれ。ほらあでも OKOK、OK OK、あ違う違う数字が出てるから特リプだよ。中断気なのでもない一番ダメなやつ。いやでもいいねああいう演出を出してほしい。今 GG 終わっちゃいますけど、今700枚プラスぐらいか悪くないんじゃないですか。6時間みっちり打って1時間700枚浮いていけば4000枚か4000枚受ける。今持ち込みどれくらいあるか。2000枚あるよ楽勝だわ。どっちの激アツだろう。ループかな。それともかってやっかな。はぁー取れましたー待ってソードやら立ってるよやったちょっとサイズも出ますね。いややばい激アツからのっていうかもうだってあれだもんね遅れ以外の左レールゴッド7止まりはもう確定だからね。一角ブルータイマーやばいよ。おおゴッドだこれ。炎で左ならゴッドっすよこれ今日来てますねこれね。いやー AT 呼吸ゲームですよ。そしていきなり爆発1個目のジャッジメント。せっかくゴッドを引いたんだからペルセポネ以上は出てきてほしいです。さてどなたかな。ではやめて。うわーもうわからない遠いのかもしれないですからね。そうだよね。あ超えてないか気のせいだった60ゲームされてますね。やばいよ。なんか1個目が犬だとちょっとテンション下がるな。これ最近よくゴッドは引くんですけど本当にジャッジメントに恵まれなくて2回連続全部犬なんですよゴッド引いて。やりましたジャッジメント出れなかったけど舐め気で
ですね。しかもこれでジャッジメント来てくれたら最高なんだけど、まあなさそうかな。いやびっくりした。いや神様見てますよ、パスの神様、あいつは今日頑張ってんなっつって。じゃあ、僕もカメラマンも、はい、ごシャンパンです。お昼ご飯元気100倍ですよ、アンパン食って。いただきます。うん、牛乳がぬるくなってまずい。めちゃめちゃぬるくなってる。今金って言ったのこれ。うん、テンパイオンしなかったですか今。どっからか。あ、やっぱこれだ、アンパン。325ゲーム。うわー、びっくりした今の。いやこれ6だな、当たり方がえげつないわ。おお、ナイスタイミング。おお、チャンス目50。いいよ、アンパンでかいな、アンパン。オッケー、500枚届かず。お、雷で奇数飛天杯なんで裏確定です。さあ青以外で前兆の方、まさか3。あ、違った。青以外。いやー仕留めよう。黄色は仕留めよう。あーダメか。よし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 。あーもらった。うわね、さあびっくりした、自分で拍手だわ、圧勝です。私ゴッドインゴッド初めてしましたですね。すごい、1日に2回も引いたことあるけどゴッドインゴッド初めてです。大変な騒ぎでございます、本当に。いやこれはテンション上がるよ、初めてだよ。今日本当に初のゴッドインゴッドです、ハーデスで。とりあえずゴッド2回引いて1個ジャッジメントは消化したので、あと5個と全部ジャッジメントが仮にケルベロス50だったとしても、最低でも250ゲームは消化できます。いやさすがに5回いるはないと思うよ。さてペルセポニアやれなかったので、ここで恨みを晴らしたいと思います。早速だね。いやーやっぱ嫌われてんの。いやーおかしい、やっと来たよ、揃ってお願い。あ、よかった、久々に揃った。あ、おしまいかな。あ、
どうだけです100ゲーム本当ねダメなんですよ。ペルセポンで出てもまずカットイン揃わない、本当相性悪い、本当何もできないで駆け抜けること、多分あチャンスですね。なんだろう、あ乗るよ30ゲーム。今日は通常時上乗せが強いね、いるね、いますよ。あ、待ってなんかいろんなことが起きすぎて大変だよ。フェイクかな、第一段階だからフェイクの可能性あるね。揃ったー、びっくりマジでそんなことあります？いや、ハーディスに会えないなって言ってたら会えました。いや緊張する、これはマジで。終わっちゃった、610ゲーム。まあまあ平均上なんでいいと思います。すごいね、ラスト501ゲームです。今トータル3216枚でジャッジメントがまだあと4回残ってます。これ多分うまいこといけばまんまいけるやつですね。ただもう時間がないっていう。いや、ここは頼むよ。何連続だこれで、もう10連続ぐらい、ちょうど10連続か。これ4時だったら、はい、あ、待って、これ3桁だよ、3桁来たよ、これやかったやりたい放題だよ、もう半端ない。しかもデジャブル30 やばいですね。これ普段なんでこういう風にならないんだろう、こういう時だけね、超ありがたいですよ。よし、液晶でまだ3600枚ですけど、上のデータカウンター上では、4000枚超えました、持ちコイン。今日のもうテンポ1位も取れるはず、これで。いるね、多分ね、いたね、すごーい。あー、これ万枚コースですよ、冷静に。もったいない。
ば泣いても笑ってもね、4時までの記録なんでね。そう、カモンペルセポネリベンジ。最初80、さっきが100、ちょっとずつ増えてってるね。今回150かな。じゃあおかしいな。うわやっと来た。はい、さすがに揃いますよ。これはたまに外れるけど。あどうだろう。あ、また来た来た来た。久々に回ってるの見ましたもん。はい、お何色だろう。え、待って、レインボーじゃない。そうだよね、レインボーだよね。え、嘘でしょ初めて見たんだけど、これはレインボーだよ。やばいよこれ。いくつでしたっけ、レインボーって。やばいやってんすよこれ。ねえ、すごい、こんなに回ったことない私やばいよ待って、これ4桁いけるかもしれない。まだあるやばいって。600 650 700 うわ、待って待って、すごいよ。終わる気しないんですけど。もう計算できてないよ。あ、終わった。やばい、1150終わった。あ、待ってまだある半端ないんだけど。多分ここ今早送りになってますね、きっとね、編集上ね。ちょっと待って、もうちょっと個人的にムービーを撮ろうやばいよこれね、いつ終わると思います終わったかな。1550、まだあるまだあるまだある。さすがに終わったと思うよ、さすがに、さすがに。ねえ、2000いくじゃん、これどうすんの。はい、2100。もうさ、どの道消化できないって、あと1時間で2000ゲームは。そしてまだあるからね
すごいよこれ、大変だよ。写真撮っていいですあ、待って間違えた。これで残りが130ゲームぐらい。うん、129。よし、何これ何残り2900ってもう満杯じゃんこれなんだこれ。ちょっと待って、私すごい余談なんですけど、今日この後鹿児島行くんですよ消化できないっていうねどうすんのこれそしてジャッジメントもまだ4つかなあるんで4つあるんでどの道何も取り切れないっていう時間で強制終了ですよ。それもマイクでしょ、マン。すげえ。いやもうさ、どうしようもないわすげえな。え、2350。もうこっち映さなくてよくないですか。はい、ありがとうございます。はい、1977枚でした。さあ、では最後に店内ぐるっと回って終わりにしましょうか。僕が打ってた歯です。これ誰か飛びつくと思ったんですけどね、まだ空いてますよ。ちょっとちょっと、コナンにお住まいの皆さん、これはこれダメだよ、すぐ行かないと。こういうのはあとはね、もう圧倒的に強いのこっちですよ。やっぱり絆、青パネルがもうやばいです、これ。やっぱ絆って、高設定出るんすね。ね、これ絶対上でしょう。反応しないのもありますけど、多分ね、こっち前代だと思いますよ。朝からお客さんも変わってないですし。すげえなー。あとはジャグナーコーナーもね、だいぶ回数ついてきてます。まだまだちょっとこの辺は回し足りてない部分はありますけど、まあ、普段からやっぱりジャグラーと絆が強いっていうのが常連さんの意見なんで、皆さんがその収録日に遊び来れそうな時あれば、もう抽選よかったらああいうの行った方がいいと思います。絆とかで隣の挙動良くて自分もまあまあいいやったら、あ、これ全然あんじゃねえかみたいな、そういう台選び立ち回りが有効なんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。実戦終了でございます。いやー、やりきったというなんかすがすがしさの方が今大きいかな。もっとなんとかやれたんじゃないかっていうね、気持ちももちろんあるんですけど、今日はやっぱりもうまずプラスで終わること、これが第一の目標でしたし、お昼を抜いてね、もうカメラマンさんもきつかったと思います。ずっと後ろで立ってらっしゃるんでね、そんな中ご協力いただいて、ワンパン吸入で済ませてね、済ませたがためにこうプラスになったねと、増えたねと言える展開にしたいなと思っておりましたんで、まあ、そこに関しては本当に最後の最後ね、まあ、若干こういいところをお見せすることができたんじゃないかなと思っております。じゃあまずは結果いきましょうか。私の結果、投資が400枚、回収が1977枚でプラスの1577枚となりました。イエイ。いや、まあまあ勝ってるんですよ。まあまあ勝ってるんですけど、あっちがもうえらいことになってるようでね、もちろん皆さんはね見てるでしょうから、あ、お分かりだと思うんですけど、ペルセポネで2350ですか。もうなんやろう、かませ犬感が半端じゃない。お、普通に勝ってんですよね。え、だ今日はほら、僕はこのコナン店さん、絆がめちゃめちゃ盛り上がったでしょ。みんな多分あの後こう続行していくだろうから、その中からね、万枚オーバーとか出る可能性もありますんで、まだわからない。
僕はとりあえずまあ最低限の仕事はまあできたんじゃないかなと思いますんで、後の結果を楽しみにしておきたいと思います。そしてですね、こちらの番組、もちろんまだまだ続いていきますけれども、今後の出演者につきましてはホームページに、記載されますので、そちらの方ぜひご確認くださいませ。さあ、というわけで、諸角ゲンズブルー、私の実践は一足先に終了でございます。この後マーサさんがねどのくらい伸びるか分かりませんけども、皆さん、自分が打った気になって、一緒に万枚への奇跡を楽しんでください。というわけでまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。スロッテーションバトル実践終了です。お疲れ様でした。はい、ということでただいま16時です。私の結果の方が花澤ゴッドハーデスを打ちまして、投資が650枚の流した枚数の方が5727枚です。チームセクシーズ、5000ポイント以上ゲットということで、私モロゲンさんの結果の方はまだ聞いてないんですけど、多分これ聞かなくても多分大丈夫だと思います。勝ちだと思います。でまだ2500ゲーム以上ちょっと残ってるんで、ちょっとね時間ないんでこの後もうぶん増して頑張りたいと思います。いってきます。そう、本当はこのまま鹿児島だったんですよ。そうでこのまま鹿児島でなんで、多分そろそろ出なくちゃいけなくって、そうなんですよ。なんでどうしようと思ってて、そしたらなんか一回博多に帰って明日始発で行けないよみたいな感じで、まあそうだよなと思って、もう万枚出るって分かってるんだったらもういいやと思って、じゃあ始発で行きますみたいな。はい、そうですね。とりあえずあの全回転以外を全部引いたんで、次は全回転が多分来ますよ。はい、はい、審査の記録何枚なんですか。1万8000枚なんですね。すげえ、間に合いますかね。あと何時間だ。あと3時間。あと3時間は無理か。さすが時速2000枚ですもんね。だから6、あといけて6000枚。無理か。1万8000枚はもっと早くこうなってればよかったんだよな。あーなるほどなるほど。あ、タッチタッチタッチ来たよ。やばい、来たー。うわー、動画撮っていいですか。やったー、すごい。すごいよ。すいません、ちょっと自分の動画にそっちのけでした。わーい、ありました。はい、というわけでここで残念ながら私なんとこれから鹿児島に行かなくてはならないので、今トータルで12987なんですよね、気象が。なんで、1万3000になったところでやめます。もうラスト1130ゲームぐらい残っててもったいないんですけど。来たー。あともう1回か。あと1枚。よしよしよし。はい、1万3000万円。じゃあこの画面でやめますか。キレがいいんで。はい、という感じで、残念ながら私がこの後移動なのでこの状態で実践終了します。万枚おめでとうございます。自分やったー。やったー。久しぶりの万枚ですよ。私まさかこんなに出ると思わなかったです。待って、私だって5000枚も出してるんですよ、4時までで。はい、待って、
負けたの？おかしくない？負けたんじゃん。え、わー、こんなことあります？私すごい頑張ったと思ったのに今日。そうですね、まあユースはシュースプラスだったんで大丈夫です、個人的には。はい、なんだ、ね、はい、お疲れ様です、ありがとうございました